こんにちはのぶ吉岡ですのぶジャイブファミリージャイブ動画講座始まります、えー、本日の動画のテーマ動画というか今日は静止画でねちょっと解説していきたいと思います、えー、のぶジャイブファミリー、えー、これはねどういうことのフォアレイキジャイブの、えー、体の使い方なんですねこれあの上級者フォアレイキジャイブの上級者フォアレイキジャイブの中級者、えー、フォアレイキジャイブの初級者、えー まあ初級、中級者はまだね、フォアレーキの本当の本質っていうのがまだえ理解、いろんなスキルがあるんですが、その理解がすべてえ身についてないと、どういうことが起きるかっていうことをね、ちょっとこう画像でちょっと作りました。それをちょっと見てください。で、まず、一番これ、フォアレーキに入るですね、これ、クオーターでガーっと下ってきて、そこらへいざ、膝が入った、入るぞっていうときに、どういうことが起きるかということですね。で、フォアレッキっていうのは基本的に言うと、このマスト、ね、出てますよね。 これこちらから小強風吹いてます、えー。そしてマストが、えー、水面につくように風下に出るっていうね壊れ息。これはあの動画でね結構出てますので、えー、大体のイメージはついていると思いますのでこのどあの画像でちょっと解説します。えー、マストはずっとこういう風にね風下に倒れてる、まあ、引き込みね、えー、引き込みのブーム度の引き込みも十分強いですね。でブーム度のこう下がりっぷりもいいと。 ということですで一番重要な点というのが一つありまして、フォアレーキ、基本的にフォアレーキなぜするかというところはねあの、そこもちょっとお話しするんですけども、なぜフォアレーキするのかというと、これはボードのレールを入れて失速しないためなんですね。フォアレーキして失速したら、これ意味がなくなってしまうということなんですね。そのためにセールのパワーポイントをどこに合わせるか、マストの出し方をどこに出すか。で、一番重要なのは体をどこに持っていくか、体の出し方なんですね。 基本的にはセールじゃないんですね。どうしてもあのウィンドサーフィンの場合はセールというのは、ね、あのイメージ的に、ね、90%ぐらい、ね、セールのイメージが強いんですよね。どうしてもねセールがこう走っているのを見る、えー、フォアレーキしたらマストがセールがこう片縛り倒れる、そこだけを注目してしまうと、えー、落ちりやすいという、ねえー、ことになりますので、えー、そこを、ね、しっかりと認識して、頭に入れて練習していくということが、ね、重要なんです。そうするとフォアレーキで加速し始める。 結局加速しないで、えー、いたら、これはノーマルジャブやった方がよっぽどいいわけですね。えー、だからその加速するためにホアレーキがあるっていうことをね、本質的に、えー、しっかりと頭にください。ね、こうセールが前に出てかっこいいだけじゃなくて、結局かっこよくてもその後試食してしまったら全く意味がないので、それだったらホアレーキだけでも十分ですからね、えー、その辺をしっかりと頭に入れてもらうといいと思います。えー、まずね、マストの角度がこうやってね、出てます。そして、えー この下のね、あこ,こ,はこれを読みましょう、えー。黄色のライン、体の黄色のラインというのは、ね、V の字になると後ろ足荷重になるで、えー。黄色のラインに体が、えー、マストの黄色いラインに体が赤ラインになると前足荷重になる。というと加速し始めるんですね。ここの違いなんです。あのー、これはね、あのー、いろんな動画とかでちょっと解説していると思うんですけどもセールを先に出してしまうのか。 体が先に出てマストが出るのかで。そこのイメージの違いなんですね。で、赤ラインにするには、先にセールを出してしまうとダメなんですよね、実は、ねええ。どうしてもね、こう、体が黄色い内になりやすくなって、先にこうやってセールを出すものそしてあの、そうすると、後ろ足腰になる。後ろ足腰になるって解説もちょっとその後この後しますけども、なぜするのかっていうのもね、ええ、まずこう、赤ラインに体が、赤ラインに体がなっていくから、 ぐーっとセールが出るっていうイメージだからあの多分フォアレーキとかってやる人のイメージ的に言うとセールを先に使うっていうイメージがすごい強いんですね、えー、あの練習中の方見ても見て私は思うんですけど9割以上の人が、えー、そのイメージが強いんですねセールを先に出してしまうそると体が V の字になるそるとターンの後半で後ろ足かになって失速してしまうせっかくマスが前出てのに失速してしまうと、えー、いうことになってしまう これはあのジャイブの本質からすると外れちゃうんですよね、基本的には。ジャイブがどんどん,どんどん進化すれば進化するほど加速し始めちゃう。回転して加速し始めちゃう。それを実言うと、先にセールを出してますと、それが止まってしまう。体が V の字になってしまうで。極端な例はね、マストがぐーっとここに出てますね。で体がこうちょっと V の字ですね、角度的に。で、こういう V の字。 まっすぐに当たってしまう V の字にもなってしまう可能性があるんですね。これはあのー、なんだろう、レイダウンっぽくやるとちょっとそういう人が結構多いですね。だから逆に、体が出てマストを出すというイメージに変えてください。はい、で、多分これ、あのー、見てもらうと分かると思うんですけども、見てもらうというか、いろんなね、動画、本当にスーパースペシャルな動画を見てもらう。まあ、どこなんだろう、えー、ハワイのね、えー、超一流。 まあ、優勝するかしないかとかね、そういう感じの人のボトムターンを見てもらうと、この体のラインっていうのが必ずこうなんですよね、まあ。中にはセールをちょっと出して、わざとテールコントロール、波がちっちゃい時のフォアレーキンの時には、わざと V の字使ってテールに舵をかけるようにするっていうあの、スペシャルな方もちゃんといますよね。使いこなしちゃうっていう、まあ、スペシャルな人は大体使いこなしてるんですけども、えー、だから最初の練習の仕方としては、体を先行させるっていうイメージをしてください。 そっちの方が確実に早いです。結局体が内傾して内側に倒れなければボードは回らない、まあ、そこが基本ですからセールがどうのこうのという場合じゃなくなってくるんですね結局は体が内傾するということが一番重要ということをしっかり頭に入れて練習してください、えー、そして、ね、これからちょっと解説でなぜ、えー、V の字体が V の字になると後傾がなくなる後ろ足に荷重がかかりやすくなるかというと、えー、この時点ではまだしっかり入ってますでこれはボードがぐーっと回ってきます そうすると、実言うとあのいつも言ってるんですけど、内径が前傾になるということを言ってますね。ボードが回りますから、内径が強ければ強いほど前傾になるというところなんですね。だからこれが V の字になってしまうと、基本的に言うと、ほら内径が足んなくなっちゃうんですね。そうすると、後半ボードが回ったときに内径が足んない、体が立ってしまうと後ろ足に荷重がかかる。これは多分イメージしてもらうとすぐ分かると思います。体が立ってるとね、ええー。 まあ体が立ってもね、すごい前傾って、体を重心前に持っていく人もいますけどね、でもそれは単が、個が全然大きくなっちゃうので、えー、それはまた別な話になってしまいますね、えー、ジャイブとしては。だから基本的に言うと、体が立つば立つほど、ボードが回ったときに後ろ足に荷重が残りやすい、テールに荷重が残るってこと、基本的には前傾がないから、内傾が前傾になるっていうことです。だからまあ、体をだから基本的には使うってことだね。 一番大切なのは体なんです。セールじゃないです。これを勘違いしてしまうと、えー、せっかくのフォアレーキーというのは、失速してもフォアレーキーになってしまう。あとはレイダウンになってしまう。ということになるんですね。えー、そこが大きな違いなんです。いかに体を使うだから必ず明るい。本当にこうスペシャルな方というのは、この体のラインで逆にマストがこうやって体に近づいちゃうんだでね、逆にこういう形。ここから、体がこの位置に来て、明るいに来てから、 マストを出すという形になるんですね。これが今日の最大のポイントの解説です。そして体立てば立つほど前傾が取れなくなりますね内傾が前傾になるということの基本からすると内傾をしてなければ後半前傾が取れないということになりますので後ろ足過重になりやすくなるということなんですね。で一つ解説していくと本当にこう うまい方というのは、まあ、この形、えー、V の軸の形では後半、ぐーっときて、内気を強めることができる。そうすれば OK なんですね。これは個性になるんですね。あの世界のトップの方でも、マストを先に出すという人も言います。でも、体が必ずついていくんですね。平行なんですよ、マストと体が。で、体が先に行って、マストを出すという,こう2つのタイプがいるんですね。これはあの、テールコントロールにわざとするのか。 体を持って行って、そこからレールジャイブにするのか、レールボトムタイムにするのかていうその違い。だからまあ、アプローチのスピードによって変わってくるんですね。波の場合だと、波のサイズによって変えるということになります。まあ、そこまでね、細かくできたら大変、すごいんですけどね。だから最初に体を持って行って、そこから、まあ、その出し方を変えるっていうが、あの、簡単なんですね。セいろを先に出すほうが難しいんですよ、自由と。その後進化するためにはね。ただ、セールを出すだけだったら、こう。 手を伸ばせば出るんで、えー、ああ、出たなっていう感じはすると思いますが、その後の進化がものすごい遅くなるんですね、その練習してしまうと。だから先に体が出る、そしてセールが出るっていうイメージ。だから基本的に言うと、ノーマルジャイブだとかフォアレーキジャイブはそんなに変わらない。体が内傾してればフォアレーキジャイブいとかないあの、ノーマルジャイブではほぼ変わらない。ほぼ変わらないってことはないですけど、基本的に言うと内傾が強いやつの勝ちっていうことになっちゃうんですね。そのためには体を作る。っていうことね。今日はちょっとかなり、えー かなり重要なことなので、かなり熱くなってますけどもね、<laughs> 私が、ね、しゃべり方がね、同じこと何回も何回も言ってね、ここだ、ここだ、ここ体、体、体だだって言ってますからね、でもここをしっかり捉えて、フォアレキジャイブの練習をしないと、結局は失速してしまう、意味のないジャイブになってしまう。もったいない、せっかく練習するんだったら加速するジャイブの方に。 近くなるように練習していこうという今日はお話でした、えー、だからこのね体が V の字にならないように体先行型のフォアレーキジャブの練習をしましょうっていうことです、えー、そういうことですねはい、えー。そしてその練習をしましょうっていうことです、えー、本日のテーマはフォアレーキジャブ体の使い方ですね体が V の字になるかマストと平行になるかこの違いによってフォアレーキは、えー、進化するか進化しないかが決まってしまうっていうことなんですね 最速の進化を求めるんだったら絶対に体を先に使うということになります。以上です。えー、本日も動画解説、えー、見ていただき、本当にありがとうございました。必ずかっこいい、加速するファーレーキジャブを手に入れましょう。本日もありがとうございました。